こんにちは。こんにちは。今日はお知らせです。はい、関東遠征2022、はい、ウィンター決定です。はい、今年も、はい、お願いしましたね。はいですね、はい、毎度おなじみの、はい、鈴木アリーナ埼玉中央店様の方で、はい、今年も、関東遠征ということで、はい、実施をさせていただきます。その告知ですね。はい、はい、日付が12月9日の、はい、これは金曜日なんですけれども、はい、午後ですね。これはちょっと移動の関係がございまして、うん、12月9日は金曜日は午後のみ。はい、そして翌日、そのさらに翌日、はい、それ土日ですね、はい、10、11、はい、こちらは、終日ですね、はいはい、朝9時半から、はい、夕方6時半までを予定しておりますけれども、この12月9日、10日、11日と、はい、この2日半、はい、イベントを開催させていただきますので、今年もよろしくお願いいたします。はい、いや楽しみですね。そうですね、はい、去年はちょっと皆さんにご迷惑をおかけしましたもんですからね、あれから1年あれから1年と思いながらですね、はい、あっという間です。その分ですね、今年は、はい、ちょっとまたいろいろリベンジしたいなと思っております。夏にもそれ単独で行っていただきましたけど、はい、やはり関東のお客様からの声っていうのは非常に熱いですね。そうですね、はい、はい、やはりこのイベントということで毎度そうなんですけれども、新商品そうですね、新しいネタを新商品、新しいネタをね、はい、お持ちしないと、ね、そうですね、まあ、お客様退屈させて、しまいますもんですからね、はい、そうですね、はい、すでにリリースしているものも、はい、昨年のイベントから今回のイベントまでの間にリリースしているものもありますけれども、はい、ちょっと改めて、今日はですねご紹介をさせていただきたいと思いますけれども、はい、やはりイベントの目玉といえばコンピューターだと思うんですけども、そうですね、はい、いかがでしょうか。コンピューター、まあ、今のところはですね、まあ以前に、まあ、3名っていうことでお約束したモニターをですね3名だったんですか。3名、はい、もう、はい、もう忘れることは忘れましたね。あれを見たんですけど、はい、出たいって方が、ね、いらっしゃって、まあ、もちろん遠方ご遠方の方はですね、まあ、アフターが まだまだ、はい、こう、まあ、ベータ版って言ったらね、ちょっと分かりやすいと思うんですけども、ね、はい、ちょっとアフターが何かあった際のちょっと迅速にできない、ございますので、はい、まあ、近隣の方でアフター交換ができる、うちの方に弊社の方にご来店いただけるお客様限定でね、インストールさせていただいてるんですけども、なんだかんだ言いながらでもですね、はい、おそらく多分10台以上は入れてるんじゃないかな、はい、12、3台ぐらいですね、はい、なかなかの頻度でそうですね、頻度で入れさせていただいてるんですけども、はい、まあ評価もですね、はい、ご満足、そうですね、ほとんど全てのお客様にですね、いただいておりまして、はい、まあ、あんまりにもピックアップが良すぎてですね、はい、ちょっと、まあ、自分の技量じゃちょっとスペックツープロの方がちょっと扱いやすかったなっていうですね、まあ、ちょっと雨の日のドライビングっていうのはあったんですけども、はいはい、ホイールスピンをするということで、はい、まあ、ラフに、まあね、そうですね、いろんなコンディションがあると思いますけども、はい、踏み込んではちょっと車もね、凶暴になるというところで、はい、まあ、嬉しいような悲しいようなですね、まあ、それぐらいパワフルで非常にこう力強い、はい、データだということです、はい、ね、まあ、ノーマルタービンというところが、はい、やはり今ほとんどのお客様がスイフトの人口の中ではおそらくノーマルタービンの方が割合としては多いと思いますので、期待の声ですね。そうですね、そしてやはりスペックスプロまでバージョンアップして来ていただいているお客様でも次はないんですかと。ですよね、はい、もうそこが最高と思ってですねプロですよ。そうですね、プロの右に出る名前ってあるのって、ね、そうですね、まあ、スペック例えば3とかです ね、そうなってくることがほとんどかと思いますけれども、はい、そうなるとやっぱね、そこをマスターした、マスター、はい、ね、ですね、コンピューターっていうところしかないかなと、はい、そうですね、いうところで、まあ、プロよりも上ってことですから、はい、はい、ハンターが作ったマスターとか、はい、ちょっと悲しかったね今まあはい、で、はい、まあ、そう笑っていただいて、はい、結構です、はい、これはハンターが作ったマスターということ で、ね、もうマスターというにはねもう十分すぎる、はい、これはもう入れることに対してはもうタービンの交換の必要がないんじゃないかっていうぐらいですね、はい、それぐらい喜んでいただける、データをですね、皆さんに、お客様方にご提案できれば、はい、と思っております。はい、ね、今回はスペック2ハンターではなくて、はい、スペック2マスターですね、はい、新製品が、はい、このイベントを皮切りに、はい、毎度大体こう、コンピューターの新データっていうのは、はい、イベントをちょっと皮切りに、はい、新しいものを出してきたりしてたんですけれども、はい、今回はこの新しいスペック2マスターという、はい、ノーマルタービン用のデータをリリースする予定で今話をですね、はい、させていただいております、まあ、実際にもそこに向けて準備が、はい、もういけるというところでですね、はい、進めていっておりますので、
こちらをこのイベントからですね、書き換え、もちろん例えば、今までのスペック1、2、2プロも書き換えができますし、すでにインストール済みのお客様であればバージョンアップもありますし、はい、まあ、初めて最初からもうスペック2マスターを入れるという選択肢もございますので、はい、ここはまあご相談をいただきたいんですけれども、ね、ただ今回このリリースさせていただくマスターに関しては非常にパワーのピックアップがいいというところで、ね、はい、いろんなちょっと条件というところでですね、はい、まあ、オイルの兼ね合いやったりとか、ね、はい、あのお話ちょっとさせていただく部分もですね、うん、出てきますので、はい、後日改めてこの新しいデータに関してはパワーグラフ等をもとに、はい、動画をお知らせ、あのお届けさせていただきますので、まあ、それを見ていただいた上でですね、この、新しいコンピューターご興味ある方はご予約をいただきたいなと思っておりますので、ちょっとまだ価格等も決まっていませんので、はい、そこはちょっとこれからという形になっておりますのでよろしくお願いいたします。そして今年 の夏、あの、遠征行っていただきましたけれども、相変わらずジムニーとエブリィですね。あ、そうですね、あの、どちらかというと九州よりも関東の方はやはり声が、ね、多いイメージがありますけれども。またあとは、埼玉中央さんがですね、はい、やっぱりこうコンプリートカスタムをですね、はい、制作されて販売している、会社のこう色もございますからですね、はい、非常に問い合わせが多いということで。はい、またそこも、昨年同様ですね、はい、もうラインナップが非常に多いですので、ね、スイフト、アルト、ジムニー、エブリー、またクロスビー等々含めてですね、いろんな車種、はい、ございますので、この関東に私たちが足を運ばせていただくというこの機会にですね、ぜひ、まあ、話を聞いてみたいという方もいらっしゃると思いますし、はい、基本的にはもう完全予約制で実施させていただきますので、はい、まあ、LINE 等での事前の問い合わせももちろん可能になりますので、このコンピュータ書き換え、この機会にですね、ぜひご利用いただきたいなと思っております。はい、そして、まあ、これらのコンピューターデータの話をさせていただきましたけれども、まあ、商品、製品でいきますと、先日動画でご紹介をしました、愛心様とのコラボということで、はい、まあ、名称がちょっとまだ MCB、MCB、モーションコントロールビーム、はい、略して MCB ですね、はい、ちょっとまだ正式名称決まっておりませんけれども、はい、こちらも間に合いそうでしょうか。そうですね、あとブラケットの製作、はい、ご満足いただけるですね、応力、まあ、かかり方とかそういったのを研究してですね、はい、またあの2度目の、試作のブラケット製作今やっておりますので、そこをきちっとこう妥協なく煮詰めていってですね、発売ができるように、はい、今取り掛かっております、はいはい、まあ、実際その埼玉中央様のデモ会にもしかしたらですね、はい、入れての試乗っていうのも可能になるかもしれませんので、はい、ここはまたちょっと続報をお届けしたいと思っております。そして、まあ、いつもの通りですね、商品展示も今回も実施いたしますので、前回の遠征から今回の間でいきますと、例えば最近はステアリングですね、はい、スイフトで、たくさんネットショップでご注文いただいておりますが、レッドカーボンとオールレザーということで非常にお問い合わせ多いですね、うん、ね、はい、ありがとうございます。はい、実際今大変ちょっとご迷惑をおかけしておりますのが、ちょっと在庫切れ、商品品切れということで、11月の入荷の見込みということになっておりますが、この遠征イベントにはですね、間に合うというところで の、はい、事前ご予約があればですね、その商品を確保したい、そうですね、現地にお持ちしたいと思いますので、はい、ステアリングご興味ある方はぜひ、この機会にですね、はい、遠征での取り付け、ご検討いただきたいと思います。またあとアクセサリー用品ですね、ソールキーケース、エンジンプッシュスタートリングというこの2点もこの期間に出させていただきました。こちらもネットショップでですね、よく合わせ買いみたいな形で購入いただいているお客さんも多いんですけれども、まあ、イベント向きな商品といって、うん、はい、よろしいでしょうか。そうですね、はい、こちらもですね、店頭での取り付けも比較的スムーズに短時間でできますし、専用の工具もですね、エンジンプッシュスタートリングに関しては埼玉中央様の方にもお渡ししておりますので、こちらでバシッとつけていただいてですね、いろんな、まあ、ちょっとアクセサリー用品からコンピューターからいろんなものがございますので、この機会足を運んでいただけると、きっと何か一つ気に入っていただけるものがですね、見つかるんじゃないかなと期待しております。はい。まあ、いつも通りイベントですので、いろんな、まあ、ステッカー関係やですね、プレゼント的なものも、はい、ご用意をしたいと思っておりますので、ちょっと今の現段階では企画状態ではございますけれども、せっかく足を運んでいただけるお客様のおもてなしということで、感謝の気持ちを持ってですね、いろんな準備をして当日お伺いをしたいと思いますので、まずは事前のご予約、こちら今までと同様公式 LINE、はいはい、こうした鈴木ワークスクールで公式 LINE の方から、お問い合わせご予約ができるように、すでにオーダーフォームが出来上がっておりますので、当社の公式 LINE のチャット欄に関東遠征と、はい、送信をしていただきますと自動応答でのやり取りができるようになりますので、あとは見積もりであったりとかお問い合わせに対してのご回答はスタッフが、アナログにちょっと回答させていただきますけれども、はい、気になるものがございましたら、あとはこの商品が欲しいとか、そういうところも含めてですね、お問い合わせをいただきたいなと、そうですね、はい、思っております。
担当は一度も車を持って行ったことがなかったんですよね、はい、そうですね、今までは埼玉中央のデモカーをお借りして、そうですね、はい、でもこれだけやっぱり人口が多いですね、はい、ところにたくさんの方お集まりいただいて、ちょっと今この撮影の中では、はい、打ち合わせやってないんですけども、はい、まあ、まだあの日付しか決まってないです。ああ、そうですね、はいはい、実は12月7日だったと思うんですけども、はい、水曜、そうですね、はい、筑波でですね、スーパーバトルが開催されるんですよ。毎年冬の時期は。そうですね、でそこに例えばその寄り道なんかしちゃったりすると、はい、ちょうど水曜日だったんですよね、まあ、弊社休みでもありますし、はい、で次の日に出て、そうしますと金曜日着くわけなんですね、はい、ちょうどいいんですよね。そうですね、筑波から移動ですので、はい、中1日ありますから、そうですね、はい、十分時間は、はいはい、でまたね、もうスイートスポーツももう末期モデル近くね、なってきておりますので、随分、ね、はい、まあ、各社さんはですね、サードパーティーのいろいろアフターパーツ販売されていらっしゃるメーカーさんなんかもですね、まあ、いろんなパーツがやっぱ出揃ってきてですね、はい、やっぱり熟成されているというね、はい、まあ、そういう中で、まあ、弊社もいろいろ取り組んできたわけなんですけども、はい、まあ、そのですね、SWK の集大成も含めてですね、はい、まあ一つね、強者たくさんね、こう、メーカーさんいらっしゃる中で、まあ、ちょっと試してみたいなと。そうですね、はい、で、まあ、うちとしての、まあ、車作り、あとマキシマムパワーをですね、集大成として車に注入させたものをですね、筑波に持って行って、はい、まあ、どれだけの、タイムが出せるんだろうというですね、ところですね、ちょっと興味があるところなんですよね。スイフトのチューナーメーカーさんが各社のもうこぞってのイベント、はいね、特に関東っていうところでは非常に熱いイベントとして有名な、ね、企画ですよね、はいはい、そうですね。でただそこもですね、イベントの前になりますもんですから、前ですね、はい、ね、そこでちょっと恥ずかしい思いをしてしまうと、はい、ちょっとなんか顔向けできないなっていうですね、はい、ちょっとこう引けた気持ちもあるっていうのは冗談ですよ、はい。まあ、そこは自分たち信じてですね、まあね、はい、結果、結果であって、そうですね、はい、まあ、そういう、こうプランもいいかなと、はい、まあ、今、考えついたところではございます。はい、まあまあ、とりあえず確定事項は今、埼玉ですね、はい、ですね、平成ということですので、はい、もしかしたらそういう、なんかちょっといろんな企画が変わってるかもしれませんけれども、はい、いろいろ楽しいことを考えておりますので、ぜひ、ちょっとどうなるか、また今後ですね、はい、平成の内容は今後も告知を続けてまいりますので、はい、まずは12月9日の午後、はい、11日の終日ですね、こちらご予定を空けていただいて、この遠征の機会にですね、はい、遊びにお越しいただきたいなと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで、今日はこれでお別れです。さよなら。